シェーン・エドワード・スメルツはドイツ・ゲッピンゲン生まれのニュージーランド人、サッカー選手。ポジションはフォワード。父はアメリカ人でアメリカ軍所属。母はイギリス人。父の赴任先のドイツで生まれる。1歳の時にニュージーランドへ帰国。5歳からサッカーを始め、6歳でオーストラリアのクイーンズランド州へ引っ越す。1998年にキャリアをスタートさせ。 オーストラリアの州リーグや地元ニュージーランドのクラブを転々としてキャリアを重ねる。A リーグ発足前のアデレードユナイテッド FC でもプレー。2005年にイングランドのフットボールリーグ2のマンスフィールドタウン FC に移籍。同年にイスミアンリーグプレミアディビジョンの AFC ウィンブルドンに移籍する。同クラブ所属中にニュージーランド代表に選出され。 チリ代表戦でゴールを決め、AFC ウィンブルトン初となる、代表選手のゴールスコアラーとなる。2006年には、カンファレンスナショナルのハリファクスタウン AFC に移籍するが、31試合で2ゴールと期待を裏切り1年で、退団する。2007年、A リーグに越境参加している母国ニュージーランドの、ウェリントン・フェニックス FC に移籍して、母国復帰する。ここで才能が開花。 一年目の2007から2008シーズンは9ゴールで得点ランキング2位に輝き、翌2008から2009シーズンには12ゴールでリーグ得点王に輝く。その活躍で2007年、2008年のオセアニア年間最優秀選手賞にも選ばれた。2009から2010シーズンからは A リーグに新規参入したゴールドコーストユナイテッド FC に移籍。 19ゴールで2年連続の A リーグ得点王に輝く。2010FIFA ワールドカップ終了後、中国スーパーリーグの3等路のザ山に移籍すると発表されたが、その後本人が家庭の事情などを挙げ契約を破棄。再びゴールドコースト所属となっていたが、2010年8月、トルコの現地レルビルリーに移籍。契約満了後はパースグローリー FC や、 シドニー FC でもプレーした。2016年7月、マレーシアのケダ FA にシーズン途中で加入。同年12月、フルスのウェリントンフェニックスに復帰したが、2017年4月、レギュラーシーズン残り1試合を残して、インドネシアのボルネオ FC に加入することが発表された。代表では、FIFA コンフェデレーションズカップ2009で、 グループリーグ3試合にいずれもスタメンで出場。また2009年6月に行われたイタリアとの親善試合や2010年5月に行われたセルビアとの親善試合でゴールを挙げた。2010FIFA ワールドカップではグループリーグ第2戦のイタリア戦で先制点を挙げ、競合相手の引き分けに貢献した。2012年7月、ロンドンオリンピックのニュージーランド代表に オーバーエイジ枠で選出された。大会開幕前の7月11日、東京、国立競技場での日本代表との親善試合にも、先発出場した。ありがとうございます。